very close to the game. How do you feel right now? Yeah, I'm a bit tense, but I think it's normal to be tense at the moment before the match. So, but I feel good. I feel good. Yes. What do you hope for the game? I hope to win. I hope to win. I hope to show the audience, show the people in the world, in Japan, everywhere, that I'm a good fighter, and I'm supposed to be in the at least in Las Vegas. So we will see after. Ich weiß nicht, dann wenn ich im Ring bin, dann werden wir sehen, aber weil es ist ein bisschen anders, als ich trainiert habe, ohne Knäu und ohne Backfist. Ich habe mit Knäu und Backfist trainiert. Also, ja, wir werden ihn da im Ring sehen. Sie der Andy Hugo, sind sie in Tomoni Kitairareta, Maestrovich.K1 の最前線に躍り出るためには勝つだけではなく印象的なファイトが求められる。この戦いは次世代のトップファイターとなるための一里塚。誰もが高い能力を認めるレニー・ボンヤスキーがどれだけのパフォーマンスを見せるのか。さあ、オランダ目白ジムでピーター・アーツと日々スパーリングを重ねている、元王者の強さを日々体感しているレニー・ボンヤスキーと、かつてアンディのまさにマナ弟子の一人ピーター・マイストロビッチの対戦。これはもう典型的な空手対、もう本当にキックボクシングの対決ですよね。これ二人とも本当に有望格なんで、僕すごい注目のカードなんですよね。はい、さあこれから第一ラウンド開始のゴングが鳴り響きます。今グローブを合わせました。レミー・ボンヤスキーの方はですね、はい、まあ本当にオランダ大会でですね、残念ながら準決勝で負けてしまったんですけども、左ハイキック、本当に将来性のある選手ですね。赤いグローブです。しかし後ろ回し蹴りを見せたのはピーター・マイストロビッチ。ピーター・マイストロビッチの方は本当に回転系のですね、空手らしい動きしますから、ちょっと楽しみですよ。スイス青銅会館ピーター・マイストロビッチ、まあこの選手はアンディのマナ弟子の一人と言ってもいいですね。そうですね、もう本当にアンディのヘビー級の中ではもう一番弟子と言っていいんじゃないですかね。はい、でもかかと落としとかですね、バックキックが非常に得意な選手で、はい、今年のウクライナの大会で優勝しますからね。まあしかしこのレミー・ボンヤスキーも1年ほど前になりますが、はい、レイセフォーを4ラウンド終了地 TKO で暮らしてますから、そうですね、これ潜在能力はかなりあると見ていいと思うんですけど ね。でも顔もカール・ルイスみたいにですね、はい、いい男ですし、この選手はメジロジムなんで対角線の攻撃って言ってですね、はいはい、パンチからローキックにつなぐ、そういう攻撃パターンですね。はい、これですね、ワンツーローですよね、はい、左右左ときて、そして右のローキック、対角線のコンビネーションを見せましたレニー・ボンヤスキー、はい、対してピーター・マイストロビッチは、これはバックグラウンドは空手の選手ですが、非常に変則的なピーター・マイストロビッチは動きしますから、まだ共に若い両者ですが、はい、ピーター・マイストロビッチが27歳、レニー・ボンヤスキーが26歳、はい、これ技術のレベルも谷川さん、かなり高いという感じがしますね。アンドレ・マナの会長ですね、はい、メジロジムの、本当にこのファイターは絶対ベスト8ファイターにいつかなるって言ってますから。そうですか、はい、レミー・ボンヤスキーですね、左フック、これも一発ではありません、必ずコンビネーションで見せていきます。レミー・ボンヤスキーです、膝蹴りが出ちゃう、そうですね、今ちょっと出そうですね、今回は得意ですからね、両方得意なんですね、膝がね、得意ですね、はい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 、今回は K1 特別ルール、膝蹴りの使用は禁止されています。右のストレート、左はボリー、さらに右のミドルキックも返していきました。そして左のローキック、レミー・ボンヤスキー、レミーのこういう効いてますね、非常にスピードも速い選手ですよね、はい、右のローキック、今のところ主導権はレミーの方を握ってますよね、はい、右のローキックに場内が大きく沸きました。左ボディ、そしてミドルキック。きますよ、この対角線の攻撃が。この対角線の攻撃は石井監督はどう見ますか。いいですね。やっぱり簡単なく攻めてますから。ああ、はい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 。で、間合いを詰めていってますから。ピーター選手はですね、ある程度間合いを取ってですね。はい。スリップですね、バックキックとかですね、変則的な攻撃が得意なんですよ。はい。かかと同士がね。で、遠間からのフックとかですね。はい。それはやっぱ回る。これです。これフグトルネードですね。間合いを詰めてますね。フグトルネードもアンディから教わったんでしょうね。
しかしこの第1ラウンドはレミー・ボニャスキーのスピードが若干ピーター・マイストロビッチを圧倒し始めているか。第1ラウンドが終了しています。まだ日本ではあまり名前が知られていない両者かもしれませんが、すでにキャリアはある両者です。第1ラウンドはレミー・ボンヤスキー、オランダメジロジムがそのスピード、ピーター・マイストロビッチを若干上回り始めています。まあ、しかしあのピーター・マイストロビッチはあのフグトルネードを若干見せるだろう、はい、もうちょっと距離を取ってですね、はいはいはい、離れて戦いたいところですよね。そうですか、はい。ピーター・マイストロビッチの方はですね、まあ、本当に距離を取って、はい、まあ、アンディみたいな感じですね、遠足にやるときなら得意だと思うんですけど、はい、アンディからはかかと落とし、それから先ほど見せたフグトルネード、そして後ろ回し蹴り、こんな技を学んだんだ、そう話していたピーター・マイストロビッチ、はい、いや本当に多彩な選手で、もう本当にウクライナ大会で優勝しますからね。ただこのレミー・ボンヤスキーも日々これピーターアーツと共にスパーリングしているわけですから、はい、元王者の強さをね毎日知ってるわけですからね。そうですね。そういう意味ではこうピーターアーツ対アンディ・フグというね、はいはいはい、そんなバックグラウンドも広がるわけです。そんな感じがしますよね、もう次世代のピーターアーツ対アンディ・フグって感じがしますよね、はい。ここもレミー・ボンヤスキーの方がプレッシャーをかけていくか、はい、もう非常にリズミカルなんですね、バネがありますよね、右手を効く攻撃次第に。先日 の、 あのオランダ予選 もう完全な優勝候補の人だったんですけれども ね残念ながらね本当に準決勝で負けちゃったんですけど、2つ起こった形になりました、身体能力がすごい高いですよね。高いですよ ね、 なるほどね、はい、全身バネですから、ものすごいジャンプ力がありますよね、左ハイキックピーター・マイストロビッチ、これですよね、左ストライドボディー、これはいいパンチだ。ちょっと足を止めてピーター・マイストロビッチもですね、打ち合いをしようとしますね、はい、この右のロックが効いてるんですよね。一つ左ボディいいパンチが入ったピーター・マイストロビッチですが、はい、ここは見合っていく、じりじりっと、しかしプレッシャーをかけているのはレミー・ボンヤスキーの方か。どっちが主導権を取るかですよね、空手的な戦い。左右はかわした、右ドローキック、ピーター・マイストロビッチ、この2ラウンドはこの立ち上がりは正確さではピーター・マイストロビッチか。あとフェイントをかけて左ボディへ、そして左のミドルキックから左のストレート、ちょっとペース取ってきましたね、ちょっと変わってきましたね、はい、右のミドルキックコーナーに詰めたのはしかしレミー・ボンヤスキーです。まだ完璧などちらのペースという展開ではありません。左フックボディへ、体重差がやっぱり、あるんですよね。11キロほどありますかね、ピーター・マイストロビッチの方がちょっと軽いんですよね、 92.2キロ、そのプレッシャーでちょっとレミーに押されてますよね。レミー・ボンヤスキーが 103.2キロです。なお身長差は8センチあります。レミー・ボンヤスキーが192センチ、ピーターが184センチ。まあ、本当に格闘技王国オランダですね、はい、ずっとピーター・アーツとアーネン・セルスが、まあ、あの頂点に立ってきて、はい、もう本当に久々に現れたスターって感じがしますからね。あ、なるほどね、はい、レミーは10年ぶりのスターって言ってもいいんじゃないですかね、まあ、そろそろ石井課長、それにあの世代交代の波は確実に始まってますしね。そうですね、まあ、ちょっと距離の取り方がね、どうしてもやっぱ膝蹴りのね、やっぱあの距離から膝蹴り出すんですよね、はいはいはい、で膝蹴り出れない分だけやっぱコンビネーションが続かないですね、はい、まあ、確かに本人はあの膝蹴りというのは自分の特別な武器の一つだったんだけどなという話をしてましたが、そうなんですよね、ただ事前に対策は十分に取ってきた、そう話していました。膝蹴りの代わりにローを出すんですよね、はい、今度は右のハイキック、つけガードしたか、はい、近くでハイキックが蹴れたいんですけどね。あ、はいはい、でも伸びますね、ハイキックも。今は遠道から右のハイキックが飛んできました。さあ、このラウンドが終了しました。この後一体試合はどちらのペースに流れていくんでしょうか。非常に高い技のレベルで試合が展開されています。1ラウンドはレミー・ボンヤスキーのスピードにちょっと自分のペースがつかめなかったピーター・マイストロビッチです。この2ラウンドはしかしどうでしょう谷川さん、はい、少しずつピーター・マイストロビッチも打撃がヒットするようになってきましたね。はい、まあ、根性がありますからねピーター・マイストロビッチも、あの若い頃は随分、ね、アンディに叱られたと、はい、そんなことを話していましたが、
アンディからは常に 150% の力を出すものだ、そんなことを教わったそうです。対するレミー・ボンヤスキーは1年前にレイセフォーを下し、そして毎日のスパーでピーター・アーツの拳を受け止めている選手。さあこの3ラウンド以降ペースが変わっていくか。この距離だとやはりどうなんでしょうね、谷川さん。ちょっとだけどピーターも、そうですけどもレミー・ボンヤスキーのですね、はい、ちょっと攻め手がワンパターンになってきちゃってます。あ、そうですか。ちょっと攻め上げるのかもしれない。右ラッパー、はい、右のフックボディへ、そして左のミドルキック、いいですね。ここはピーター・マイストロビッチからダウンですね、ダウンですね、ダウンですね、テンプルに入りました。これですよね、狙ってましたね。ピーター・マイストロビッチの右後ろ回し蹴り、これダウンですね、これダウンですね。これだけど本当に温存してましたよね。僕一発も出さないんでいつ出すかと思ってたんですけど、いや今のはノリカさん見ましたね。軽やかでしたね。来ましたね。さあ今の後ろ回し蹴りで一気にペースをつかむかピーター・マイストロビッチ。タイミング見事にやりましたね、はい、あの後ろ回し蹴りもアンディから教わった技の一つだ、はい、そう試合前話していました。いやだけど綺麗に当たりましたね、天に召されたアンディのその技と心が、まあ、こういった形でまだまだ試合上展開されています。あの3ラウンドまで全然出してなかったんでレミの方がですね、はい、もう本当に不用意でしたよね。あ、そうでしたか。まさか来るとはっていう感じでしたね。ダメージ的には谷川さんの目にはどう見えますか。ま、あの大丈夫だとは思いますけど、でも精神的なダメージ大きいでしょうね。あ、でしょうね。もうほとんど競り合っててややレミが有利かと思ってたところに食らいましたからね、はいはい、ましてあの2月のオランダ予選で優勝候補と歌われながら深く落とす。あ、しかしできる、はい、あ、効いてますよ。レミー・ボンヤスキーの右のハイキック、ダウンを奪い返しました。2、3、4、これは2回目のダメージ的にはレミー・ボンヤスキーの右のハイキックの方がすごい逆転ですね。大きなダメージを奪ったように見えますが、うん、レミーの方が効きましたね。レミーのハイキックの方が効いてますよ。さあレミー・ボンヤスキーがダウンを奪い返した。そして右のキック、2発目ローから引ってますね。右のアッパー、上狙ってきますよ絶対。レミーは懸命にガードを固めるピーター・マイストロベッチ。ああ狙ってますね、右のハイキック、しかしこれはガードの上から、それでも破壊力あります。左ストレート、ね、ローで下に注意し、そうですね、ハイキック狙ってますよね。強烈でした。ここは左のローで下にまずは注意を集めます。レミー・ボンヤスキー、いやすごい逆転でしたね今も。このラウンド中に互いに一つずつダウンを奪いました。しかも上段の蹴りでですね、2人とも国産同士の対決ですよね、はい、今もう完全に効いてると思いますよね、よく戻してますよねピーター選手ね。フラフラフラッとしてましたからね、ダウン奪われた瞬間は、さあこのラウンドは共に一つずつダウンを奪いましたが、果たしてダメージが残っているのはどちらの方か。先の3ラウンド、まずはピーター・マイストロビッチが後ろ回し蹴りでダウンを奪いました。しかしその後レミー・ボンヤスキーがより強烈な右ハイキック一戦、ダウンを奪い返しました。これはもうめったに見られるあのラウンドじゃないですね、これです。このハイキック来ましたね、前のようにダウンとかね、ちょっと後ろにステップバックしながら、これは右のハイキックは石井課長予想できないハイキックですか。そうですね、あのよくオランダ人がやるね、はい、あの両手でほらガードして相手の目を隠してて、はいはい、で離れ際瞬間に、そうですね、なるほどね、だから顔くっつけててよくあのアーネストホーストとかやりますよね、はい、下に注意がやってますよね、完全にあれホーストの毛でもっと巻きついてくるんですね、後頭部に、はい、そうですね、さあ第4ラウンドです。共にダウンは1つずつ3ラウンドで奪いましたが、これ見た目の印象的には谷川さん、やはりレミー・ボンヤスキーの方に分があるような印象もありますが、でこのラウンドですよね、このラウンドでどちらのあれがあるか、はい、あー右のハイキック、右ハイキック、レミー・ボンヤスキー右ハイで試合を決めた。すごいハイキックですよ、今いっちゃってるよ、まさに
目白ジム、ピーター・アーツのあのハイキックを見るような、大丈夫かな、レミー・ボンヤスキーの強烈な右ハイキック、試合が決まりました。すごいハイキックでしたね。届きましたね。アーツよりもホーストの蹴りですね。そうですね、くっつけてて、体くっつけてて、離れ際に、はい、これです。そうですね、このハイキック、耳の後ろまで来てましたね。これです。すごい蹴りですね、本当に。いやだけどレミーはいい選手ですね。この選手は本当にですね、戻ったらグラップに出てほしいですね。何か金子さん、はい、ものすごい選手が出てきたなというね、感じがしますね。印象がありますね。体がバネみたい。そうですね、心配ないですよね。はい、海日本ジャスキThank you very much. How do you feel right now? I feel great. I feel great, yes. It was a hard guy because he kept keeping me, keeping punching so hard. But I saw that he was, when I make the low kick, he keeps his head down and his arm down. So I made a few times a high kick, but it went good. But after a few times, it went good.His guard went down, and I make the high kick like Peter. Ah, I'm very happy. Great. Do you think the training with Peter Arts is now effective? Yes, because the high kick of Peter is magnificent, and his high kick is magnificent. So I train a lot with Peter, and that's why I make the high kick, and the high kick.Made was effective. What's your next goal? I hope to be in Las Vegas. Yes, I hope to be. All right, congratulations. Okay, thank you very much. Thank you.Ekman Loki, Francis, and Dana. Hey, yeah.